皆さんこんにちは、れなちです。今日はですね、お家でアートに挑戦していきたいと思います。で、今日アートを教えていただくのはこちらの臨床美術師の伊沢さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、臨床美術って私初めて聞いたんですけど、はい、臨床美術って一体何なんですか？臨床美術はですね、はい、日本で生まれた、芸術療法になります。みんながね、元気になる、心も元気に、体も元気になっていくという、はい、新しい分野になります。なるほど、はい、じゃあちょっと今日は癒されたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。準備はラップを使います、はい、ラップで机をですね覆いました。これでこの範囲汚しても OK です。はい、はい、そして家にあるものですとか手軽に手に入るものを使ってやっていこうと思います、はい、まずは水彩絵の具、はい、100円ショップでも買えますし、お家にあるものでも OK、はい、そして画用紙ですね、はい、画用紙は、16切りサイズ、はい、もしくは、まあ、A4 以下であれば、いいと思います、はい、で今日のテーマは海です。海、はい、ここで音を聞いてみたいと思いますか、はい、どんな景色が広がってますか？なんだろう、もう真っ青な空の下の海っていう感じです、ね、いいですね。じゃあ目を開けてください、はいはい、音も聞きました。頭の中にね、イメージがあると思うんですが、はい、その海の色をこの中から3色、はい、選んでもらってもいいですか？はい、やっぱり海なので、はい、水色。海って結構海藻とかもいるから、うんうんうん、黄緑。あ、いいですね、はい、海と私太陽がこう、はい、一緒な感じなんですね。だからオレンジにします。あ、素敵です。夕日とかも綺麗ですよね。朝日、本当ですね、夕日の色でもあるし、はい、なんか夏の色ですね。そうですね、3色、はい、じゃあいよいよですね、はい、色をつけていくんですが、トレイの中にしっかり指をつけてですね、画面の上に広げます。はい、結構大胆に。大胆に、はい、そうなんです。裏も、はい、結構びしょびしょになるまで、はい、たっぷりと。いいですね。なんだろう、この画用紙に水をつけるっていうのは初めて私やりました。そうですよね。多分大人の方ほどこういうことってしたことがないかもしれない。確かになんか予想外ですね。予想外ですよね、はい、そしてですね、さっき海の色で選んだ3色、これをですね直接、うん、用紙の上に乗せます。スイカの種ほどね、はい、あまり出しすぎなくて大丈夫。こうやって直接出すのも初めてです。初めてですよね、はい、これだけで色が広がってきましたね。そうですね、綺麗。ここから、はい、海を描いていこうと。指で描きます。はい、はいはい、指で広げていきます。ここで波が出てきました。で、水が足りなくなったらまた足して、ザパン、ね、ザパン。すごい色になってしまった。いいですよ、いいですよ。結構ね、海って、はい、深い色をしているので、混ざるのもね、私すごくいいなと思います。うん、海に揺られてる気分で。あ、揺られて、いいですね、そのキーワード。揺れてます、揺られてますね。じゃあ次はですね、はい、割り箸使います。はい、ここからはね、なんか海をきっかけに線遊びをするようなイメージで、点々も面白いですね。こんな風にちょっとね、線で引っかいてみましょうか。はい、はい、揺れてますねいいですね、体もね、こんな風に揺らすのいいですね中にはね、歌を歌いながら、はい、なるほど、書かれる方もいます。それもとっても素敵だなと思います。親子で一緒にね、いいです ね親子で楽しめますね、海の歌。はい、じゃあここで一旦ドライヤーで軽く乾かします。はい、指の腹でね、触ってつかなければ OK です。はい、はい、海を見てもいいですか？はい、はい、
はい、ちょっと向きを変えてみましょうか。はい、さっきとなんか見え方が、全然違います ね。この辺のこう3色あるところが好きです。いいですね。じゃあこのお気に入りを中心に、ちぎっていきます。ちぎっていく、はい、波を表現していきます、はい、片側の手で押さえて片側の手で引き上げていくとこんな風にね、白い波が表現できます。なるほど。わざとちょっとね、白い、部分が残るようにちぎってみました、はい。この時指につくようだったらもうちょっとドライヤーで、乾かしてあげてください、はい。じゃあこの私は3色混ざってるところを切ってみます、はい。なんかこうスルスルっと気持ちいいですね。気持ちいい。いっぱい切ってもいいし、はい、あの大きいままあの、はい、残されてもあの大丈夫です、はい。じゃあこれをですね、はい、はがきですね、はい、それに貼っていこうと思います、はい。次使うのは、はい、のりです。のり、はいはい、ここに貼っていきます、はい。私はわざと白いところも残しますし、重ねても、はい、面白いかもしれません。結構大胆にできます。いいですね気持ちがいい迷いますね。迷いますよね。なんか全部使いたいけど、そうそう、っていう。なりました。重なりましたじゃあここに私はもうちょっとだけ、はい、もうちょっとだけ色を足したいと思います、はい。ここに合わせたいなと思う色を、まあ、2色程度ですね、はい、選びます。パレットがないんです。今日はそうですね、ここのねラップに出していこうと思います、はい。使うのは先ほどの、割り箸か綿棒、お家にある綿棒やこういう爪楊枝でも、はい、できると思います。あ、なんかサンゴにも見えてきました、ね、はい。うん、オレンジ入るだけで結構ガラッと変わりますね。そして私綿棒を使って点々を入れるだけで水のね泡とかね、こうなんかポコポコポコっていう音までね聞こえてきそうです。手前の波がもう一つ生まれましたね。生まれましたね。チラシとかね、雑誌からお好きなお魚をこんな風にね、切り抜きます。この魚を今描いたね、私の海に泳がせていきます。その時に使うのが、アルミホイルと両面テープ、はいはい。このアルミホイルを、だいたいそうですね、私は10センチ幅で切りました。これをですね、こうね、小さく小さくくしゃくしゃにしていきます、はい。両面テープを使って貼っていきます、はい。これをつけます。ギュッとギュッ。泳がせたいところを決めてもらって、はい、ここに両面テープを貼ります。はい、そしてテープを貼ります。ここにギュッと押すとカメができました。じゃあもう真ん中に泳がせます。いいですね、はい。このデコボコ感がなんかまたリアルですね、はい、リアルですねアルミホイル、そうですね、アルミホイルだからいいですね、はい。じゃあここまで活躍してきたラップをここで、はい、はい、しょうか。ラップはあのこんな風に小さくまとめてね、はい、捨てれるのですごく楽ですね。楽ですね、本当に大活躍でした、はいはい。上も汚れます、はいはい、じゃあですね、私はここ今はみ出しているんですが、これこのまま生かしたいなと思うので、はい、私は額の上から直接貼ろうと思います。こんな風に、はい、で、はい、レナチはどうしますか。じゃあ、入れてみます、入れてみます、はい。その場合は、じゃあハサミで、はい、ここをね、切り落として、はい、いきましょうか、はい、はい。額に入れないっていう方法もあるんですねそうなんです、新しいですねそうなんです、上から貼っちゃうっていう、うん。すると、これでつきました、はい。
い、私もできました。来ました、かわいい。ですね、もうこの作品を見た時に、はい、あったかさ、南の方の海かなっていうのを、感じました、はい。そして魚たちがね、こう魚と貝がすごくね立体的、手前に、そしてこう後ろのね、こう指の跡が別の魚にも見えてきて、すごくね、いろんな魚がこの海の中で泳いでるのを私は感じました、はい。絵を描くって私、うん、ペンとか筆とかを使ってっていうイメージしかなかったんですけど、うん、はい、指を使って、はい、そして水を使って、はい、しかも最後にはちぎってっていうすごい新しい、これがアートなんだなって思いましたし、こう親子で作ってこれを並べてお家に飾ってって、こう一気にお家も華やかになりそうで、なんかこういろんなこう楽しみ方ができるんじゃないかなってすごい感じました。楽しかったです。嬉しいです。なんかこう魚でもいいですけども、海の、ね、ピースをこう交換し合うのも ね、 いいですね。素敵です。またあの後でレナチの海を交換しましょうか、はい、いいですね、お願いします皆さんもぜひお家でアートを楽しんで海を感じてください。それでは伊沢さん、ご一緒にお願いします、はいはい、またね。だんだん海と日本。